恋美客山と往来、い、恋美客山と往来、恋の頼り山とおらいとは、歌舞伎の演目の一つ。人形浄瑠璃、形成恋美客を歌舞伎に客色したもの。通称、梅川中兵、梅川中兵。山と国信公村の百姓孫衛門のせがれ中兵は、大阪の飛脚屋亀屋に養子に出され、その家の一人娘を諏訪と縁組して、亀屋を継ぐことになっていた。 しかし、先代の上にあたる李平は、丹波や八重門と共謀し、中衛に代わって自分が亀屋の後取りになろうとし、またいとこにあたるお諏羽にも横連んしている。お諏訪は中衛のことを憎からず思っていたが、中衛は、新町の遊女梅川と互いに深くなじみ、遊郭に通い詰めていた。この芝居は古くは、除幕として、幾玉神社の場という場面から演じられていたが、 現行の舞台では、その上演は絶えており、台本を廃滅して伝わらない。ただし内容としてはいくつかの点で相違はあるものの、おおむね、形成恋美客の上の巻、生玉の段と同じものだったと見られる。口述。形成恋美客、生玉の段のあらすじを参照。亀屋の場飛脚屋の亀屋で誰もいない店先に、利兵がそっと中へ入り、 神棚にある鯛の幹どっくりの片方を取り、医者の道鉄に作らせた毒薬を混ぜ、再び神棚に戻す。これで中衛を毒殺するつもりである。理兵は立ち去る。だがこの様子を中衛は奥からこっそり見ていた。中衛は幹どっくりの左右を取り替え、これも再び奥へと入る。新港村の中三郎が医者道鉄を伴って訪れ、亀屋に泊まることになる。 その後、養母を佐野とお諏訪の前に、利平が現れ、中兵が近頃商売もそっちのけで、新町の遊郭に通い詰めていることを、投稿すり、養子の中兵は早く生まれ在所に返し、自分を亀屋の後継ぎにするようそれとなく言うが、お佐野は取り合わず、奥へと入ってしまった。続いて奥へと入ろうとしたお諏訪を、利平は捕らえ、自分と夫婦になれと口説き、嫌がるお諏訪を追い回す。 そこへ、中衛が出てきて、利兵を投げ飛ばすところに、丹波や八重門が亀屋に来た。中衛は、梅川見受けのために、八重門宛の為替五十両をその手付けに、使ってしまった。昨日それを八重門に追求され、何とか待ってもらえることに収まったはずが、その五十両を今返せと尋ねてきたのである。身体に急する中米。すると、それまでの様子を聞いていた長野が奥より出て、 八右衛門に申し開きをし、自分の蓄えから五十両を出そうとする。ところが、その五十両をしまっていたはずのタンスの引き出しを開けると、金がない。その五十両とは利平が、密かに盗み取り、医者の銅鉄に、毒薬の代金として渡していたのである。それを知った上で八右衛門は、中兵衛がその金を盗んだのだろうと言いがかりをつけるが、中兵衛は利兵こそ金を盗んだ。 長本人と主張する。すると八右衛門は、門口に貼ってあった熊野豪王の五符を剥がし、それを燃やして二つの瓦家に分けて入れ、さらに神棚より、幹どっくりの両方を取り、その二つの瓦家に注いだ。盗んでいながら盗んでないと偽りを言う者がこれを、飲めば、たちまち、熊野の神の罰が当たって、血を吐き死ぬであろう。八右門は、 中米と李平にそれぞれ河原家の幹を飲むよう勧める。実は、八右衛門は李平がこの幹どっくりの一方に毒を仕込んだことを知っているので、李平には毒のない方のとっくりから幹を注ぎ、中米には毒の入ったとっくりの中身を飲ませようとしていたのである。中米に注いだ幹に毒が入っているはずであった。いやもう天うらしいことじゃが、メンバレに飲めなら、飲もうわ、はい、と、中米は幹を、 ぐっと飲み干す。しめたと、内心喜ぶ八重門と利平。続いて、利平もみ家を飲み干した。ところが、異変は、利平の身に現れた。利平は中兵に無意おもまくしたてるが、そうするうち次第に、体が熱くなってきた。これはどうしたことかと大汗も出て体もこわばってくる。中兵は利平が幹どっくりに毒を入れた後、左右の位置を変えておいた。すなわちそれと知らず、 毒を飲んだのは、利兵の方だったのである。しくじったと気づいた八重門は、逃げ出そうとするが、中兵に止められる。しかし五十両の金は戻らず、長野おさの通すわが案じていると、いやその金は、私がお返し申しましょうと、奥から、道が出て、利兵から受け取った五十両をおさに渡した。少し用体の収まった利兵が道鉄の顔を見て、ばりゃき脳の医者め、どうして、ここへとびっくりする。 道哲は、皆の前で事情を話した。自分は、元遊女、梅川の父親に仕えたものであり、その梅川に、金のいることが起きたと聞いて、経より下ってきた。その途中で李平と出会い、李平は、自分が医者だと聞いて、毒薬の調合を頼んだ。だが李平に渡したのは、長命丸という薬であり、李平から受け取った金も亀屋に返すつもりであったと。 オサノは八重門に五十両を渡して受け取りを求める。八重門は受け取りを書いて渡し、皆に向かって散々憎まれ口を叩いて出ていくと、同鉄もオサノたちから感謝されつつもいとまごいをして去ってっ、夜も更けた。李平はまだのぼせて倒れているが、そこへ白い浴衣を着た風呂上がりの中座部老が出てくる。だが気がついて、中座部老の顔を見た李平はまたもびっくりする。 昨日行くたまで無理やり毒を飲ませて死なせたはずの、銅鉄の株ではないか。李平はのぼせて、銅鉄の話を聞いていなかった。するとこの様子に、中座ローも調子に乗って、幽霊となり李平たちに恨みごとを言いにやってきたと、散々脅かすので、怯えた李平は中座ローに追いかけられながら逃げてゆく。静まり返った、亀屋のうちで、オスワが震えながら、 戸棚から三百両の金を盗み出していたが、暗い中つまずいて転んでしまう。この物音に、オサノと中兵衛が出てきて、オサノが、ここの盗人目がと取り押さえると娘のおスはなのでびっくりする。ふと見ると押す我が何か書きつけたものを持っているので取り上げてみと、それは、中兵衛の他に自分には好きな男がいて、その男のために三百両を持って駆け落ちするという内容であった。 あまりのことに、母のオサのは怒るのを中衛がなだめ、お諏訪を悟してなおも話を聞こうとする。お諏訪は、ついに思い余って、すべてを打ち明けた。昨日行く玉の社に立ち寄った折、たまたま中衛が梅川と一緒にいるところを目にし、見受けの金ができなくては、男がスタルという言葉を聞き、この三百両を狂わへ持って行き、梅川を見受けし、自分は身を引くつもりだったのだと。 これを聞いた中兵はお世話に詫び、梅川とは縁を切ることを約束する。長野も疑ったことをお世話に詫び、奥へと入った。その後、李兵と八重門はなおも諦めようとはせず、最前書いた河瀬五十両の受け取りと梅川の手付小門を盗もうとするが、そこへ再び出てきた中三郎に邪魔され、李兵は取り押さえられ、八重門は表に突き出されるのであった。 茶屋の場夜の新町の茶屋井津屋では、お大臣と呼ばれる客たちが来て、遊女やハゲなどを呼び、酒盛りをして賑やかである。そんな中井津屋の女主人お縁は使用人に、梅川宛ての手紙を渡して死にやらせると、間もなく、梅川が来て縁と二人話をする。梅川は、気が重かった。中衛が五十両の金を手付けに出したおかげで、 以前からの田舎の客の見受け話は止まったが、中米が残りの見受けの金を持ってくる期限は昨日で切れてしまった。これでは中米の見受け話は流れてしまう。その中米はここ十日ほど梅川の元を訪ねて来ない。そこへ昨日からあの八重門が梅川を見受けする相談を抱え主の土屋自江門に持ちかけいたのである。そこへ中米が忍んでやって来る。 中衛は倉屋敷へ為替の金を届ける途中で、三百両の大金を懐にしていたが、梅川が頼んだクルワのものに呼ばれてきたのである。残りの金の苦面がつかない中衛は、クルワに顔を出しづらかった。お縁の手引きで中衛は、梅川と会い、互いに積もる話をする。伊豆津屋に、梅川を探しに土屋自衛門が訪れる。ジモンに呼ばれてお縁と梅川が出てくるが、 ジエモンは、梅川を見受けするのが八江門に話が決まることを、梅川に伝えに来たのだった。なおも、中米のことを思う梅川は、涙ながらその話は、待ってくれるようにジエモンに頼む。ジエモンは梅川が、長年、亀や中米と深い馴染みであることは分かっていたので、男気を出して、八江門の話は、断ることを梅川に約束した。ながその場に、八江門が現れ、 梅川を見受けするための金二百五十両を自衛門の前に出し、これですぐに梅川を見受けさせろという。自衛門が中衛と梅川のことを思って取り合わずにいるので、自衛門は中衛についての悪口を散々にその場で言い散らした。二階の座敷にいた中衛はこれを腹に据えかね、ついに二階から飛び出し、八衛門の前に出て、大和の実の親から来た三百両。 これ見ておけと暗屋敷に届けるはずの三百両を懐から取り出そうとする。だが、手荒く扱ったせいで金の包み紙がおのずと破れ、小判が床に散らばった。この勢いに八重門は気を飲まれ、おえんと、梅川は喜ぶ。八重門は、どりゃお糸いたそうかと座を立ち返ろうとするが、その時破れた金の包み紙をそっと拾い、表に出て、 安頓の明かりで包み紙を見て驚き走り去る。中衛は、身請けの金として二百両を自衛門に、これまで五つ屋で遊んだ係として五十両の金を、お縁に渡す。自衛門もお縁も喜んで、これから、梅川の角出を祝って、酒にしようというが、中衛は、それは、後で良いから少しも早く梅川を連れてくるわを出たいと言う。ではその手続きをと、 中兵衛と梅川の二人を残しみな出て行った。やたらと出発をせかし中兵衛を梅川は不審に思い尋ねると、なんと今出した金は、実は倉屋敷からの預かり金で八重門の悪口に辛抱をすることができず自分の金と偽ったというのである。飛脚屋が客の預かり物に手をつければ死罪と決まっていた。これに驚き嘆く梅川、中兵衛も、ようか。 亀屋の養母やお世話にすまぬと思い嘆くのであった。やがてお縁たちが戻り、梅川は晴れてクルワを出られる身となったが、先行きのことを思うと中米と梅川の心は暗く、角出を祝うクルワの州を後に、山和国へと逃げていく。信仰村の場果たして中米たちは人から追われる身となった。中米の生まれ故郷山和信仰村では、すでに、 亀屋以外の飛脚や十七件が追ってを送り込み、様々な物売りに変装して、村中を探索し、中衛たちが来るのを待ち構えていた。そんな信仰村へ、雪の降る中、中衛と梅川は人目を忍びながらたどり着く。中衛の実のお山越え門は、今もこの村に住んでいるが、会うことはできない。そこで村で親しくしていた百姓の久し六をとりあえず、訪ねようと、 二人は、久ろくの家を訪れる。しかしそこにいたのは、久ろくの女房で、しかもその話によれば中衛が金を横領して、逃げていることは村に知れ渡っており、久ろくも、そのことで、今城屋に呼ばれているのだという。それを聞いた、中衛たちは、はっとしながらも、蘇生を隠し、久ろくを呼んでくれるように頼むと、久ろくの女房は出かけていった。二人は、 家の中に入り、やがて障子を細めに開けて、表の方を見ると、中兵衛が見知った顔が寺の行事に集まるため、ぞろぞろと道を行くのが見える。だがその最後に見えたのは、孫右衛門であった。孫右衛門に会うことが叶わぬ中兵衛と、梅川は、遠くに見える孫右衛門に向かって嘆きつつ手を合わせる。孫右衛門は、久白くの家の前を通りかかろうとした。 すると凍った道に足を取られ、その拍子に、下駄の花を持切れてどうと転ぶ。これを見た中兵衛は飛び出して助けたいと思っても出ていくことはできん。すると梅川が慌てて走り出て、孫右衛門を抱えおこし泥水のついた裾を絞るなどして、解放する。孫右衛門は、見知らぬ女からの親切を不思議に思いながらも、礼を言う。下駄の花を切らしたので、孫右衛門は、 懐からちり紙を出して、すげようとすると、梅川は、ここに良い紙が、ござんす、紙よりひねってあげましょうと、自らが回中するちり紙を出して、それを紙よりにし、孫右衛門の下駄をすげるのだった。だが、さらに孫右衛門の持っているちり紙と、自分の持っているちり紙を取り替えたいと言いつつ、涙を見せる梅川の様子に、孫右衛門は、これが、 忠兵衛が逃げ回り連れ歩いている遊女であると悟った。孫右衛門は近くにいるであろう、息子の中兵衛にも向けて、息子のしたことを嘆くと、梅川も声を上げて泣き、隠れている中兵も孫右衛門にもいてを合わせて、嘆くのであった。孫右衛門は、大阪亀屋の養母が、牢に入れられたことを話し、養母をこれ以上苦しめず、ついたちも早く名乗って、出ろと悟すが、したが、どうぞそれも、 親の目にかからぬところで縄にかかってくれいと言い、寺に収める金をロギンにせよと梅川に渡し、その場を立とうとする。梅川は中衛に一目あってほしいと頼むが、孫右衛門は顔を合わせて捉えなければ、妖怪への義理が立たぬと、会おうとはしない。しかしやはり、息子への未練が立ち切れぬ孫右衛門、ならば目隠しして、言葉を交わさなければよかろうと、梅川に頼んで目隠しをした。 中衛は駆け出て、父親とものは言えずに、涙ながらに手を握り合う。そこへ久ろくの女房が大慌てで駆け戻り、間もなくこの家に、大勢の役人が来るから、中衛たちは逃げるようにとの久ろくの言葉を伝える。物売りに化けた飛脚屋からの売ってたちがやってきて、中衛を囲むが、中衛はそれらを尻けて、落ち延びようとするのだった。以上あらすじは、亀屋の場は、 国立国会図書館デジタルコレクション公開の恋美客山東来から、また、茶屋の場と新興村の場は、日本儀曲全集第9巻書集の台本によった。本作は、メイドの飛脚の改作である、京成恋美客、安永2年、1773年初演を、さらに歌舞伎の演目として脚色したものである。その内容や竹本の師匠は、 形成恋美客のものによっている。和ごとの人気演目の一つとして知られ、特に、封印切れ、封印切事と、信仰村、二の口村は、それぞれ単独で上演さることも多い。古くは、生玉、生玉神社、亀屋、茶屋城、封印切れ、信仰村という構成であったが、このうち、生玉と亀屋は、上演が絶え、封印切れと、信仰村が今に残る。 以下、各幕についてそれぞれ解説する。なお、恋日客山東来の下台については、恋日客山東来とも読まれているが、厚見聖太郎は、恋の頼りとするのが本当だろうという。ただし、江戸時代の番付にも、恋日客マイナスと振り仮名をつけているものがある。生玉と亀谷の場は、現行の舞台ではいずれも廃滅し上演されないが、一通り解説しておく。 現在、幾玉の場にあたる台本は伝わっておらず、亀屋の場の台本については、国立国会図書館デジタルコレクションで公開されており、それによれば、原作とした、形勢恋飛脚上の牧の飛脚屋の段とは、内容が書き換えられている。原作、形勢恋美脚で出てきた、梅川の兄、梅川忠兵衛は出ず、その代わりの役として、新港村の中三郎が、 医者の道徹と共に亀屋を訪れる。道徹も実は梅川の父ではなく、かつてその父に仕えた家来筋の者のということになっている。さらに、梅川の父が武士だったのも、元は京都術屋町に住む裕福な町人だったらしい、人物に身分が変されている。それが霊落して大和国新公村へと移り、そこで手習いの師匠をしていたが、 その教え子の一人が養子へ行く前の中米で、その遺言として、大阪新町に身を売った一人娘のお梅、すなわち、梅川のことを中米に託す。そして、大阪へ来た中米は、梅川を探すために、新町の遊郭に出入りし、梅川を見つけた後は互いに深い馴染みとなった、という話になっているのである。中米が、梅川の身受けにこだわるのも、梅川の父親から、 梅川のことを頼まれたという義理もあってのことだとする。李平李平についても仇役であることは変わらないが、これにチャリが勝った性格を原作よりも膨らませている。蜂江門と企んで中兵に毒を飲まそうとするが、自身が毒を飲んでしまいつさにのぼせ上がり、さらに浴衣姿の中座ブローを見て、幽霊と思い込み怯える滑稽さなど、役者にとっては、死どころが、 多いように書き換えられている。このように、亀屋は原作、形成小指脚の筋を変えているので、当然、幾玉の場においても、原作とは、内容が違うことになる。つまり、幾玉神社で毒を飲んで死んだと見せかけたのは、梅川の兄中兵ではなく信仰村の中座ブローであり、一社、銅鉄の正体も違う。ただしその他は、後に押す。 我が金を持ち出そうとした時のセリフに、眼立てに、日清様へ三景の戻りかけとて、思わず昨日行玉の水茶屋で立ち聞きすれば、中米様と梅川殿のこととあり、おおむね原作に沿った筋だったとみられる。なお、亀屋の養母の名について、原作では、妙館としており、恋日客山東来においても通常は、妙館であるが、国立国会図書館デジタルコレクション公開の、 台本では、役名が、大佐野、となっている。完成8年、1796年正月に、大阪角の芝居で、恋指客山と来が上演されたとき、沢村国太郎を演じる養母の名が、亀屋大佐野、となっており、この台本の内容もあるいはこの時のものである。可能性があるが、確かなことは不明である。また、流兵が三木どっくりに毒を仕込んだとき、史の芝居で、 アズがした、小栗リホの狂言から思いついた腰こという、セリフがあるが、これも、いつのことか明らかではない。亀屋で梅川とは縁を切ると押すわに約束したはずの、中米ではあったが、結局、梅川に立った一言、糸まごいやら言い訳やら言うつもりでと、新町の梅川のもとを訪ねることになる。中米には、実は梅川への未練が残っており、その点は、 形成小指脚と同様であるが、そこをさらに後押しするように、梅川の使いの者に呼ばれるという話の流れになっている。伊豆津屋の家独自にまで来ると頭に手拭いを置き、梶原玄太は俺か知らん、と、和ごの、じゃらじゃらとした二枚目ぶりを見せる。梶原玄太うんうんとは、人形浄瑠璃の、平仮か清水記、原文四年、1739年初演で、色男の梶原玄太が、 遊閣に通う様子になぞらえたのである。その後、伊豆津屋に入った中兵衛は十日ぶりに会った、梅川と苦絶の後、舞台上手の二階座敷へ共に入る。土屋寺衛門が来て梅川とのやりとりの後、八衛門が身請けの金を持って現れ、中兵衛について散々悪口すると、上手の二階座敷からこらえきれなくなった中兵衛が、階段を降りて、八衛門の前に出る。 ここで中米は八江門に、それまで言われた悪口に対し、言葉を返すことになるが、十三代目、片岡二左衛門は、この中米について、和ごとの役として、収始受け身で、セリフも動きもいじめられ役の心得でやること、つまり中米は辛抱立役、すなわちじっと耐える役という証言で演じますと、述べている。この時の二人の口論は客席を沸かせるが、 ほとんどアドリブで演じられるためユーズームゲな技量が必要である。初代、中村元次郎の中米と四代目、市川一蔵を演じる八重門とのやりとりは、漫才のよう面白かったという。この後中米が封印を切り、金をばらまいて、ど、ど、どんなもんじゃいと、大見えを切るところが眼目であるが、この封印を切る方にも立って切るやり方や座ったまま、出るやり方など、 役者によっていろいろと違いがある。他にも井筒屋の大道具の作り、また幕切れの中衛の引っ込み、さらに中衛が旅を履いているか否かなど、役者により細かい違いが見られる。八右衛門は中衛を追い詰める重要な役所で、即興で髪型の言葉遣いを駆使する上に、肉々しさと愛嬌とが混ざり合った演技を必要とする。 腕の良い役者が演じると中米の悲劇が強まる効果が生じ、その意味では、戦前の史像と戦後に初代吉右衛門の中米に付き合った六代目、市川段幸助とが最高のレベルであった。近年では、二代目、中村貫次郎、十七代目、中村勘三郎、五代目、中村富十郎などの幹部俳優が講演し、現在では、五代目、片岡が当、九代目、 一川中社などが得意としている。亀屋中兵衛は、初代、中村元次郎や二代目、実川遠尺、さらに十一代目、片岡二座右衛門も演じ、得意とした役である。彼らの芸は後に、この世代の二代目元次郎、三代目遠尺、十三代目二座右衛門から、孫の世代の四代目、坂田東十郎や十五代目二座右衛門へと継承された。他方、東京においても、 初代中村吉右衛門、また近年では十八代目勘三郎、十代目松本幸四郎、四代目市川猿之助、六代目片岡愛之助ら、多くの役者によって演じられてきた。とはいえ、上方歌舞伎の代表的な演目、役柄に変わりはなく、四代目元次郎は、全名の五代目勘弱及び元次郎、それぞれの襲名披露で中米を演じている。 封印切れの華やかな茶屋城から場面は変わって雪の信仰村となる。この場は最後の部分を除けばメイドの飛脚、形成小指脚と内容は概ね同じであるが場面は形成小指脚と同様雪が降っている。最も江戸での文語説形上類による信仰村ではメイドの飛脚と同じく雨、春雨にしたこともある。 日本劇局全集の台本では幕開きに、巡礼や物売りに変装したお手たちが出て、一鎖台詞があって引っ込み、朝ぎ幕を切って落とすと、雪景色に、新興村の藁吹きや、そこに、花道から中兵と梅川が、落ちうどのためかや今は冬枯れて、すすきお花はなけれど、も、という浄瑠璃で出る段取りとなる。ちなみに、この浄瑠璃の語り出しは、後に文句を少し変えて、 道行き旅路の花婿に転用されている。中米と梅川の格好は、黒地に、梅の裾模様で、火翼紋のついた揃いの着物というのが通常であるが、初代万次郎が演じた時には中米が島、梅川が古紋と、それぞれ違う着付けにしたことがあったと。中米たちが、新興村で訪ねるのは、中三郎の家であるが、日本儀曲全集の台本ではどうした都合か。 九六という人物になっている、上のあらすじではあえてそのままとした。また家にいるのは、中ローの女房であるのを変えて、中ローの妹とすることも古くにはあった。孫衛門が、中兵たちの潜む、家の近くで転び、それを見た梅川が出てきて、孫衛門を解放する。近松の作では、それが、そのまま読めば、表でのことのように見えるが、形成小指脚では、 梅川は孫右衛門を、まあまあこっちへと手を引いて、うちへ伴い日上がり口と家の中へ入れて、孫右衛門を解放するように書かれている。十一代目二左衛門が中衛と孫右衛門の二役を、変わって見せたときは、形成小指脚のように梅川が孫右衛門を家の中に入れる段取りであったが、現在の方では家には、入れ図表でのやり取りとするのが普通である。古くは幕切れに、 中米と八重門の立ち回りを見せたという。日本儀曲全集でも幕開きに出たお手たちが再びあら々あれ、中米との立ち回りがあって幕となるが、現行の演出では梅川と中米が次第に遠のき、孫右衛門がこれを見送る折中での別れで幕となる。振りしきる雪に三人が涙ながらに分かれる、叙情性豊かな場面は人気が高い。 この時、孫エモンから遥か遠く離れた様子を表す。ため、中米と梅川をそれぞれ公役に変えて出すこともある。昭和57年、1982年12月の京都南坂お店では、新興村が二代目、岩次郎の中米、二代目、戦略の梅川、十三代目、二座右衛門の孫エモンで演じられたが、岩次郎は、翌年初めに没したのでその最後の舞台でもあった。 後に二座右衛門は、この時の幕切れ近く親子が別れる下りについて、ガンジロさんの中兵衛が、私の孫右衛門にしがみついて離れない。それを思い切って、さらに突きやる、親子一世の別れ一刻でも長くしがみついて、痛いという中兵衛のこの情と、それを突き放す、つまり息子を早く逃がしてやりたいという親の情との、せめぎ合いが、二人の間に生まれたのですと実戒している。なお歌舞伎の、 新興村には、古くは、一人の役者による、七役早変わりという演出があった。これは、今日は三年、1803年9月、大阪中の芝居で、初代浅尾亀十郎が七役早変わりとして出したのが、最初ある。ただし、この時は亀十郎は病気休園し、大役を、初代浅尾匠さえもんのが務めた。これは後に三代目、中村歌えもんも天保2年。 1831年に中の芝居で演じている。その時の台本の一部が、電気作書追加、西沢一方著に残っているが、それによれば歌え門は、亀屋中兵衛、一万歳再造、孫寺愛瀬吉倉、山和屋宝六、元人坊主、娘を服の六役を務め、まず最初に、中村松江の梅川と共に、 中米で出て、その後孫やその他の人物にそれぞれ早変わりして、諸殺事を見せ、それらが済むと、再び、中米となって、いつも通りの孫右衛門との別れになるというものであった。歌右衛門は孫右衛門を演じて七役とするつもりだったが、この時の座組の都合で孫右衛門の役は、他の役者に譲ったという。また十一代目二座衛門が大正七年、1918年、 の頃に中米と孫衛門のに役を変わった時には、その変わる間のつなぎとしてこれもいろいろなものを舞台に出しており、畜馬に乗った大人の役者が憤する子供だとか、下男を連れた医者、最後は相撲取りとその父親というのが出てくるが、この父親が子役で、息子の相撲取りに花を噛んでやろうしてその体に、はしごを律かけ、花を噛んでやるのが大いに受けたという。 ただしこのつなぎは十三代目二座右衛門が二座右衛門宗名で中米と孫右衛門を早変わりで演じたとき一万歳だけを出すのに変えている。恋人客山東来という演目が歌舞伎で演じられた例については、伊原敏夫著、歌舞伎年表第三巻法暦七年1757年の記事に次のようにある。これが知られる限り最も古いが、厚見聖太郎は、 恋日客山東来の初演はこの時ではなく、この以前に、すでに上演されていただろうという。しかし、初月夜最中新中が、梅川中兵の道行きの書作時ならば、月夜だとか、新中などとあるのを見ると、メイドの飛脚のものとは、内容が異なっていたと考えられる。これは、天明五年、1785年四月、大阪で上演された、昔今恋日客においても、 大切所作として、恋闇うずきの風様が出されている。うずきは、旧歴4月のこと。メ度ドの飛脚や、形成恋美脚の季節は正月に近い頃である。また、完成6年、1794年8月の、江戸切座では、四方金故郷旅路、夜物二式故郷の旅路を上演しているが、その大切に、月眉恋、最中、月の眉恋のもなかという、 時和わずじょによる著作事を出し、番付には四代目、松本幸四郎の役名が、大和の野暮大臣実は、新興村まごえ門とあるなど、これも、メイドの飛脚や、京成恋美脚とは違う内容だったようである。一方、安永九年、1780年7月には、江戸市村座で、道行恋美脚、道行恋の飛脚が上演されている。これは、 京成恋美客の新興村の師匠にいくらか手を加え、不本説の上流璃で演じたものである。このように歌舞伎における梅川中兵衛はその時同期で内容を書き換え、また一方では京成恋美客の内容に沿って上演されていた。しかしそれも時代が下ると京成恋美客に沿った内容に集約され、恋美客山東来の下台で上演されることになる。ただし江戸では、 それとは別に、場所を江戸にした書き換え物が、幕末に至るも上演されている。現行で演じられる恋美客山到来の内容については、完成年間にまで遡ることができる。国立国会図書館デジタルコレクションには、亀谷のの他に、茶屋城、封印入れと、新興村を合鉄した台本が公開されているが、茶屋城の最初には、 役名とそれを演じる役者の名が記されている。この役割が完成四年1792年2月京都北西芝居で工業の恋指客山到来の番付照らし合わせるとほぼ同じものであり、内容としてはこの時のものとみられる。その本文は多少の相違はあるものの、日本儀局全集に収める台本と同じ系統のものである。この系統の台本が 多少の改変を経ながらも、現在の封印入れや信仰村として伝わっている。上でも述べたように、梅川中兵衛の芝居は、江戸でも舞台に取り上げられているが、その最後の幕である、信仰村はこれを、道行きと称し、文語説系の浄瑠璃、不本説、時和説、清本説で上演されている。ただしそれらはいずれも、京成小指脚の信仰村の師匠を、 多少改めたものである。またそれ以外の内容については、舞台を江戸に書き換えることがあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。